執着というものはどうしたら手放せるのですか。執着というのはどうしたら手放せるか。まず執着という言葉の意味ですね。執着というのはですね、まあ必要以上のとらわれと言ったらいいんですかね。その人に、苦しみを与えるようなとらわれって言った方がいいでしょうか。まあ、先ほど過剰にとらわれると、とらわれすぎると逆に得られなくなるっていうふうに言いましたが、まあ、大体人はこれが欲しいと思って、でもそれが得られないという苦しみとか、その得たものをこれに愛着して、でもそれを失うんじゃないかっていう不安とか、失った時の苦しみとか、そしてそれを要するに求めるがゆえに他の人と奪い合うっていうことにおける苦しみとか、そういった苦しみがあります。今言ったことはブッダが説いた、まあ要するに人間の苦しみのいくつかのパターンで、四苦八苦って教えにあるんですが、まあ愚夫徳苦、求めてならない苦しみ、愛別離苦、愛着した執着したものと別れる苦しみ、それから温存得苦、そのまあ愛着があるがゆえに憎しみもあるわけですが、憎しみの対象と出会う苦しみといったものですね。というのが人間が何かにとらわれば必ず生じてくる苦しみだと。人の苦しみの原因はとらわれにありというのはブッダの基本的な教えであります。よってどうやったら執着を手放せるかっていうことになるんですが、まあ、まずですね、執着っていうのはブッダの教えは無知から来てるということです。ブッダの教えには十二縁起の法というのがあって、それは煩悩の原因を説いています。煩悩の原因、つまり煩悩っていうのは間違ったとらわれだとすると、その源には無明というものがあると。無明っていうのは言い換えると無知です。物事を正しく見ることができないということです。ということは要するにとらわれ、執着っていうのはブッダから見ると間違ったものの見方なんだということです。まあ簡単に言うと、良くないものを良いと見てとらわれている、悪くないものを悪いと見て嫌がってるとか、そういうとらわれです。錯覚なんだと、無知なんだと、本来は不必要なんだと。とらわれを持ってる人は悪い人じゃない、単に無知なんだと。その人にとっての真の喜びが分からず、その苦しみであるものを喜びだと思ってとらわれてるんだという考え方なんですね。よってこの無知を崩していくこと、これがとらわれ、これを和らげていく非常に重要なポイントだということになります。無知ですね。ブッダはですね、普通の人は多くの無知を犯すが、無知というか無知を抱えているが、それは典型的に4つの錯覚と説明できると。錯覚っていうよりも正式な言葉は天道っていうんです。逆さまの見方っていうんです。180度真実と逆の見方っていうんです。天道です。一つ目は無常なものを恒常的なものだと錯覚するっていう。次は自分のものじゃないものを自分のものだと錯覚するってことです。その次は結果として苦しみに至るものを喜びだと錯覚するってことです。そして最後はですね、清らかでないものを清らかだと錯覚するっていうことです。こういった錯覚とも言える無知、これがあるがために間違ったもの、これにとらわれてしまうんだってことです。よって無知を和らげていくことが、まあ、執着を和らげていくステップだってことです。これは公式です。だからここまで皆さんにお話しても、自分が何かこれに執着してるなと思った時に、今の法則をどんな風に当てはめられるのかっていうのはよくわからないと思うんですよね。それはですね、個々別々の具体的な自分のとらわれを、まあそうですね、よく考えて、で今言った公式に当てはめることについて実行するということです。でなかなかうまくいかなかったら、まあ、控えの方で言えば指導員の方に相談してみたりして、第三者の助言、これを受けるといいと思いますが、基本的にとらわれ、執着っていうのはブッダから見ると間違った認識、錯覚から生じてるんであって、物の見方が正しくなると執着は手放すことができるっていうことになります。でブッダはその執着を手放すための修行を、これを説いたわけですが、それは基本的に八正道という修行でした。八正道っていうのは、まず最初にブッダの教えを学び、正しい見解、そしてそれに基づいてとらわれが弱くなるように日々の行動を律するってですね。正しく考え、正しく語り、正しく行動し、正しく生活、そして正しくそういった努力を積み重ねて、最後には正しい瞑想と精神集中、これを実現しなさいと言いました。その正しい瞑想というか正しい集中ですね、この代表的には四念処と言われる瞑想観で、まあ、これはまた別にお話しますが、それは仏教独自のですね、執着を弱めていく瞑想法、これをおやりになって最後は決め手とするということですが、その前に日常行動が整ってないと瞑想もあまり効果がないよってことで、
まあこう行動とかこう、こう何かこうある時だけ学べばいいっていうより、この生活全体に及ぶこういろんなものの改善の結果、行動の改善、そして思うこと、瞑想の改善、そして学びの改善、ですね、全体の改善によって、まあ、徐々に徐々に執着、これが和らいでくると